駅の音楽はアメリカの作曲家ジョン・ケージが作曲したピアノのための作品である。ピアニストで友人のデイビッド・チューダーのために1951年に作曲され、同志の4分33秒と共に不確定性の音楽の代表的な作品として知られている。作曲の過程では中国の古典的な書き物であり、占いとしてよく使われる駅鏡を応用した。音の大きさ、 長さ、強さ、テンポ、密度などのチャートに液響を適用したのである。液の音楽は刑事がある意味で完全に不確定な状態で作曲した2番目の作品で全体的に偶然性を用いた初めての気学作品である。まだ魔法人のようなチャートを使って作曲に偶然性を取り入れようとしていた1951年、初頭クリスチャン・ウォルフが彼の父親が 同時期に、それの翻訳本を出版していたことから、刑事に、液響を送った。刑事は、この書物を使って、作曲の様々な側面について、実際に占いを行い、その答えをもとに作曲を行った。刑事はこの本を受け取って、すぐにこの作品に取り掛かった。作曲された日付は、以下の通りである。5月16日に第1週、8月2日に第2週、 10月18日に第3週、12月13日に第4週が完成した。刑事の恩師であるヘンリー・カウエルは、刑事のこの新作が自らの思考から解放されていないと発言したことから、刑事はしばらくの間、カウエルの提案通りに、駅の音楽と新章風景第4番を同時に制作した。この作品は、 ケイジが生涯にわたって付き合うことになるピアニストであり、友人でもあるデイビッド・チューダーに捧げられている。二人は1950年にモートン・フェルドマンの紹介で出会い、駅の音楽は二人のコラボレーションのようなものであった。チューダーは楽譜の一部が完成するとすぐに覚えてしまうが、これはピアニストにとってはとても大変なことだった。ケイジは、チューダーが それまで知らなかった数学の形式を学ばなければならなかったこと、そしてそれが非常に困難なプロセスであり、彼を非常に混乱させたことを回想している。1952年1月1日、チューダーは駅の音楽を完全な形で初演した。チューダーは1956年にも駅の音楽を完全な形で録音している。駅の音楽は 4冊の本で構成されている。刑事は作曲にあたってプリペアドピアノのための競争曲で使用したチャートシステムを大幅に改良して使用した。液の音楽のチャートはすべて88のマス目になっているが、これは64のヘキサグラムを持つ液鏡を使いやすくするためである。サウンドチャートからどのサウンドイベントを選ぶかについては、まず液鏡で占い、次に デュレーションとダイナミクスチャートに同様の手順を適用させる。こうして短い音楽が作られていく。無音は音図から得られる。これらは奇数番目のセルにある音だけを含む。新しい素材を導入するために全てのチャートは移動状態と不動状態を交互に繰り返す。後者ではチャートは変化しないが、前者では特定のセルが使用されると、 その内容は直ちに新しいものに置き換えられる。さらに同じように表を使って曲にポリフォーニーを加えていく。以上のようにして音の集まりであるレイヤーが出来上がり、そのレイヤーが一つのフレーズの中にいくつあるかを液郷で調べる。そしてそのレイヤーを単純に組み合わせていく。一つのフレーズの中には一つから八つのレイヤーがある。作品の構造は 1940年代の刑事の多くの作品と同様に、入れ子状のプロポーションの技法によって定義されている。このプロポーションは作品全体で同じである。3、5、6、6、5、3、29、29という全体の比率に、従って、それぞれのフレーズに分けられたのセクションがあるわけである。そして、これをそれぞれ4つの大きなパートに分ける。 液鏡とテンポ表を使って曲全体のテンポを変化させる。リズムの割合は以前の作品のように表紙記号を変えるのではなくテンポの変化によって表現されている。この作品の寄付法は比例しており、刑事は同じリズム値を持つ音符の間の水平方向の距離を標準化させた。四部音符は楽譜上では 2.5cm に相当する。 それぞれの音は温度ではなく音みきで示された正確な位置から始まる。テンポは5000歩の上に大きな数字で表示され、指定された値から加速するのか減速するのかという指示が添えられている。また、標準的な寄付法とは別に型破りな演奏方法を示すために様々な変更が加えられています。ある音は押さえるが鳴らさない、ある音は鍵盤ではなく弦で弾く。 ある音はピアニストが特別に用意されたビーターで楽器の様々な部分を叩く、あるいは蓋を鳴らして鋭いパーカッシブな音を出す、などである。ケージは楽譜の序文で表記が不合理なところが多いので、そのような場合は演奏者が自分の判断で言ってくださいと述べている。ケージのリズム寄付の試みは決して無駄ではなく、後に新しい複雑性以後にも12連符4つ、 文などという例はたびたび使用されている。刑事は2つのパストラル、7つの俳句、MC と DT のために、など、駅の音楽のスピンオフと呼ばれる作品をいくつか作曲している。これらは同じ手法や同じ楽譜を使った短い作品である。一番目は1951年4月に完成した新商風景第4番、プリペアドピアノのための競争曲の 第三音楽章にも偶然性が用いられている。1951年7月5日に、公の場で第一巻を演奏している。この変化は液響にも支配されている。ありがとうございます。